ワルドゥン・ヨソフはブルネーのサッカー選手。ブルネー代表でブルネー DPMMFC に所属している。ポジションは GK。ブルネー FA でプロデビュー。ユース時代を過ごしたウィジャヤ FC に移籍した後に、同国唯一のプロサッカーチーム、ブルネー DPMMFC に2006年に移籍、現在まで所属している。2010年にはマイライフシ c にレンタル移籍し、 同チームの首相となった。これはブルネイサッカー協会が2年間の活動停止処分を国際サッカー連盟より命じられたことによるものであった。2011年のブルネイリーグカップの準決勝ではペナルティキックから得点を果たした。そしてこの大会で同チームは優勝を果たした。その後は活動再開したブルネイリー PMMFC で活動している。 代表デビューは 2002FIFA ワールドカップアジア予選のイエメン代表戦である。この試合は0から1で敗北したものの、この失点はスターティングメンバーであった彼が交代して以降のことであり、彼は初戦を無失点で抑えた。同年にはさらに3試合に出場している。次に出場した大会は2008アフスズキカップの予選であり、この時のブルネー代表は全員が ブルネー DPMMFC のメンバーで構成されていた。ゴールキーパーの座はアズマン・イルハムノールと分け合う形での出場となった。また、ブルネー代表がワールドカップ予選で初勝利を挙げた2015年3月12日の台湾代表戦ではゴールキーパーとして同国初の快挙達成に貢献した。ありがとうございます。